来ました来ました。お、これなんだこれ、ほら、おお、これなんて言うんだろう、ススキじゃない、違う、ススキじゃない、今日はこれはどこですか、どこですか、ここは、はい、どこですか、ドリーム球場です、ドリーム球場です。お、みなみちゃんいましたよ、ドリーム球場に来ますね。ちょっと今日は試合ですよ、試合のだけど、ちょっと次の試合まで、まあね、これそうね、ダメなんだよね、入れないんだよね、うん、そう、入れない、なんで入れないの、知らない、いや、やっぱりあれでしょ、感染対策でしょ、なので入れないので、ちょっと待機してる時に車の中でみんな待ってて、ね、うん、あ、少年野球ですよ、少年野球試合、その間にちょっと書こうかということですね。そうでしょ、あ、トイレ行ってよね、うん、トイレ行っておれ、あ、これ違うか、あ、ちょっと、これこんな感じで、うん、はい、あ、みんなトイレ行きました、ちょっとほら、あ、みんなトイレ行けよ、トイレ行ってこいやつ、あ、トイレ行った、よし、私はじゃあみんながトイレ行ってる間にこの球場を描きますんで、球場スケッチはね、こう私は初ですね、これ、今まで描いたことありませんね、ちょっと難しいな、この形がね、複雑な方がいいわけですよ、絵描くときはね、だからあんまり、まあ、あんまりね、そこまでね、複雑だとね、ちょっとね、これ、あ、車来ちゃったかな、うん、すいませんこんなとこで絵描いてる人いないですからね、みんなね、何やってんだあの人ですね、見ますけどね、そんなの気にしませんよ、私は、そんなの気にしてたのに描きませんから、こう言ってね、他のお母さんたち見られちょっと恥ずかしいですけどね、お母さんのお父さん何してんの、絵描いてなんですね、ちょっとね、恥ずかしいですけども、うん、車いっぱい来るの、うん、多分来てないですか、今ね、同じね、私の息子のね、同じ、チームメイトがね、ヒロムのお父さんね、あ、私の、ね、息子ね、ヒロムと言いますけど、ヒロムのお父さん、何やってんの、あれ、首から裂けてっていうようなね、顔、いや、言ってませんよ、そういうね、顔をしてね、行きました、トイレ行きました、多分ね、こんな風にね、絵を描いてるお父さんは、ね、多分いません。いませんね。楽しかった。あ、トイレいっぱい出ましたか？うん、出てない。おしこ出ましたか？いっぱい。出た。出た。オッケー。じゃあこれで試合中におしこがしたくなっても、したくならないんだ。したからね。うん、これススキじゃないの？大丈夫。これススキじゃない。どれススキ見せて。どれ、ちょっと待って。どれ。これ。これ。これ違うでしょ。え？あ、これがススキになるのかい、秋になったら。知らない、知らんけども、知らんけど、秋過ぎてるでしょ、秋過ぎてないよ、これから秋ですよ、あなたこれから秋でしょ、今夏だよ、あなた、うん、ほらはい、こういう感じ、面白かった、ちょっと暑いな今日は、何時からね、試合がね、次に始めるか分かんないんですよ、うちのね、うちのチームのですね、だからちょっと分かんないけども、まあね、こういうコロナになってですね、あれなんですよ、練習ができないんです、試合始まる前まで中に入ったらダメみたいなね、映ったら困るからみたいな、そういうね、いろんな決まりがね、やっぱ大変ですよね、大変ですよね、自由に野球もできないのかってね、しょうがないけども、こうなってこういうね、ベンチみたいなのが、ベンチじゃなくてこういうなんて、あずまやみたいなね、あずまやっていうか、あずまやっていうの、あれベンチやん、ベンチ、ああベンチね、ベンチ、あっちにベンチありますね、あずまやったってわかる、ヒロム、うん、わかる、じいじ、ああそうか、あずまやはわかるか、うん、ね、こう草でね、草い、もう始まるかな試合、うん、どうだろうね、もうだってもう始まるんじゃない、2時半だもん、始まったら私は球場の、なんていうのあれ、
なんていうのあれスタジアム、スタジアムの中に入って応援できるんだよね。うん、そうだからそこからね書きますから。またそんなこと普通できないよ。ね、うん、そんなさ野球場の中に入ってさスケッチとかさ、ちょっとこっちばい中にあだ入れないから、こんな機会ないですよ。書いてみましょう。え、暑いでしたね。あ、今日は勝てるかな。まあ勝てな、まあ勝てなくてもいいけど、それでね。あ、おすごい、ツルツルになった。何が、鈴木か、違うの、鈴木みたいなやつ、さっきの鈴木さん、鈴木みたいなやつ、鈴木くん、違うよ、うん何いる、人がいるじゃん。ちょっと待って、あそこに、ここに人がいるんだな。ちょっと待って、おどうしよう、オッケーですね、いいかな、うん、ドリーム球場ね、うん、はい、ドリーム球場。じゃあね、試合が始まったらまた、中で、中でかけたいと思います。はい、ありがとうございました